自動車、オートバイ世界で最も多くの台数が売れている、オートバイである、ホンダスーパーカブシリーズ。行動走行可能な市販オートバイとして、世界最速のギネス世界記録に登録された、スズキ GSX1300R ハヤブサインドの、人々が、オートバイに乗る様子オートバイとは、原動機を搭載した二輪車を指す、和製英語である。日本では、自動二輪車や単車、 または、バイクも同じものを指す。英語圏ではモーターサイクル、またはモーターバイク、短く表現する場合は、モートなどとも呼ばれる。二つの車輪を前後に配置して、ガソリンエンジンや電気モーターといった、原動機によって走行する乗り物を指す。自転車に原動機を備えたもので、原動機の動力のみで走行することができるものも、含めて、このように呼ぶこともある。 基本的には二輪のものを指しているが、サイドカーを備えて三輪になっているものや、エンジン付き二輪車をベースにして、開発、改造されてできた、三輪車も、講義の、オートバイに含める場合がある。オートバイという呼び方は、アメリカ英語、アウトビケに由来する、和製英語である。1902年に、アメリカ合衆国からエンジン付き自転車、トーマスが輸入された当時は、 英語と同様に、モーターサイクルと呼ばれていたが、1923年に、月刊誌、オートバイが発売されて以来、オートバイという呼び方が、日本人に広く認知されるようになったという意見がある。ただし、日本語では、他に、自動二輪車、単車などとも呼ばれている。バイクとも呼ばれる。なお前述の雑誌、オートバイに対して、ライバルとして、 月刊誌、モーターサイクリストが存在しており、かつては、モトライダー、サイクルワールド、ビッグバイク、モトラッドなど、オートバイ以外の故障を使用している、専門誌も多数存在した。日本の法令では、自動二輪車が用いられる。自動車検査証において、車体の形状名として登場するケースはある。英語で、単に、バイクというと二輪車全般を指すものの、 どちらかというと自転車の略語として使われる場合が多いという意見もあるが、1970年代頃は、イギリスには、バイクマガジンや、クラシックバイク、またアメリカ合衆国でも、ダートバイク、1993年創刊や、ホットバイク、1994年創刊などの雑誌も、創刊されており、加えて、モータースポーツでもスーパーバイク世界選手権やアーマー、 スーパーバイクといった大会名があることからもわかるように1970年や1980年代でもバイクという英語は原動機搭載の二輪車も自転車もつまり両方を指していた単車はサイドカーをつけたものをガワシャツキと呼ぶのに対してサイドカーをつけていないオートバイ単体を指す言葉として用いられていたがサイドカーが希少なものとなった現在も 単車という言葉が生き残っている。なお、中国語でも二輪車の意味で単車という言葉が存在する。自動二輪車については、原動機を意味する。モーターを加えて、モーターバイク、あるいは、モーターサイクルと呼ばれることが多い。なお、1988年に出版された、百科事典では、日本では、またスクーターは、オートバイの範疇に含めないのが普通であると書かれたが、 2012年時点では、様々な文献やメーカーのホームページにおいて、スクーターも、オートバイの範疇に含まれるように変化した、と指摘されている。2012年時点で、日本のオートバイメーカーやオートバイ雑誌では、道路運送車両法で規定された、排気量、道路交通法で規定された、車両区分、免許区分、ギアチェンジの有無による区分などを用いて、 オートバイを分類し、オートバイにスクーター類も含めることが一般的となっている。オートバイの普及状況2002年濃い青がオートバイで水色が4輪の自動車。単位は100万台。オートバイの台数の多い順でトップから20カ国。インド、中国、日本、インドネシア、タイ、イタリアといった順になっている。人口は赤色の線。 2002年時点の各国のオートバイと四輪自動車の保有台数の割合。濃い青がオートバイ。水色が四輪の自動車。円の大きさは人口を表す。20世紀に自動車とともにオートバイは個人の移動手段として大きく普及した。自動車は2010年には10億台が世界で保有されており、6.9人あたり1台の割合となっている。 オートバイの保有台数は、全世界で、約2億から4億台と推定されており、中国に約1億台、インドネシアに約7598万台、インド5192万台、台1924万台、台湾1514万台、日本1199万台、マレーシア1059万台、イタリア858万台となっている。台湾、インドネシア、マレーシア、 タイは普及率が非常に高く道路はオートバイで溢れている。とりわけ世界人口の約35%を占めるインド、中国は人口超大国であり、それなりの台数となっているが同時に国土も広大であるため、東南アジアほどのオートバイ天国ではない。オートバイは中国やインドでの保有率の向上が見込まれ、世界の保有台数は2010年の 約4億台から2030年には9億台へ達すると推定されている。統計的にはインドと中国におけるオートバイの台数が突出して多い。インドや中国ではオートバイはほとんどが実用目的で使われている。先進国の台数は相対的に小さいが高価格帯の車種も売れており、モータースポーツも盛んで。 趣味や道楽として楽しむ人も多い。インドや東南アジア諸国も所得水準が向上しているため、富裕層や中産階級が単なる移動手段としてではなく趣味性の高いオートバイを購入するようになっている。日系メーカー各社もデザイン性を高めた製品を投入するようになっている。2018年に新たに販売された自動二輪車は5736万台で、 前年より約6%増えた。日本経済新聞社の推定による企業別シェア上位は1位のホンダ技研工業、3位のヤマハ発動機を日本企業が2位と4から5位はインド企業が占めている。1885年にダイムラー社が作ったオートバイリエトゥアゴンのレプリカリエトゥアゴンの設計図1863年にフランスの発明家のルイ ギオームペローが蒸気機関を動力とする二輪車を考案して特許を取得し1873年のオーストリアのウィーンで開催されたウィーン万博に出品したものがオートバイの原型と言われている。しかし蒸気機関の時代から実用化されていた鉄道、自動車、船舶に対してオートバイや飛行機は常に動力を確保しなければ 体制を維持できないという共通の課題があり、活発な開発や運用がなされるのは、ゴッドリー・プライムラーによって、内燃機関の発明がなされてからのことだった。1883年に、最初のガソリン機関の製作に、成功。1885年に、特許取得。1886年に、実地運転に成功。補助輪付きの考え方によっては、四輪車とも呼べる。 車体に搭載されたエンジンは、縦型シリンダー、F 型配置のバルブ、自動負圧式吸入バルブ、熱感型点火装置といった技術が用いられており、それまでは高性能なガスエンジンなどでも、毎分200回転程度であった、回転数を一挙に4倍の毎分800回転程度まで引き上げた。この排気量 260cc、4ストロークエンジンは、 出力 0.5PS、最高速度6時速 12km 程度のものであった。また、当時は二輪車の技術開発が、オートバイの開発に先駆けて活発で、車体構成の基礎技術である、スポークホイール、チューブタイヤ、ベアリング、チェーン、スプロケットやハンドルといった技術が完成の域に達しており、そのまま転用ができ、 人がまたがって登場するため基準値を算出しやすく、車体設計の方針が定めやすいといった点が、オートバイの開発振動を早める上で非常に有利に働いた。20世紀初頭のアメリカでは、マーケル、ポープ、カーチス、ミッチェル、ワグナー、オリエント、ロイヤルなどといったオートバイメーカーが存在し、これに少し遅れハーレー、インディアン、リーディングスタンダード、ヘンダーソン、 エキセルシャー、エースなどといったメーカーが創立された。現存するメーカーによる製品の例としては、1903年、ウィリアム・ハーレーとアーサー・ダビッドソンによって創業されたハーレーダビッドソン社が発売した、自転車にエンジンを搭載したモペットが、などが挙げられる。活発に開発が行われていたオートバイに対して、同時期に発生した、飛行機の技術開発は、 同1903年、ライト兄弟によって、動力飛行に成功してからも産業にまで拡大されるには、さらなる時間を要した。飛行機の黎明機にあっては、航空エンジンに必要とされる小型、軽量なエンジンという条件は、鉄道や船舶など、小型化より高出力を優先する、来年期間とはコンセプトが異なり、同様に大型化が難しく、 先んじて開発が進んでいたオートバイの技術から転用されるものが少なくなかった。中には、フランスのアンザーニ社などオートバイの製造を行っていた企業の中に航空機エンジン開発に着手するものも現れた。アンザーニ社が開発した W 型三三気筒エンジンは、出力 25PS、パワーウェイトレシオ 2.5PS、キログラムを発生し、これを積んだ。 ブレオリ単用飛行機は1909年にドーバー海峡横断に成功した。1907年には競技会としてマシ島におけるオートバイレースが開催されており、そこでは、米式にストローク機関エンジンの小型化に適した特性を利用した、スコット式にストロークガソリンエンジンを搭載した、オートバイが4ストロークエンジンと並んで注目を集めた。 飛行機に先んじて開発が行われていたオートバイであったが直後1914年に発生する第一次世界大戦において飛行機の有用性が認識され国家規模でこの開発が行われるようになったためにその立場を逆にするオートバイから転用されたもろもろの技術はそれを下地として飛行機の分野で 技術革新が行われ、以降レシプロエンジン開発の花形は動力をジェットエンジンに移行するまで飛行機であり逆輸入されるような形でオートバイに再転用されることとなった。それまでのオートバイはアメリカのブリッグス・ストラットン社が開発したスミスモーターという自転車に装着する動力装置のような機構が簡便さから一定の評価を得ていたが車軸に対して 推進装置がずれていることや部品精度が低いために速度が上がるとハンドルが揺れ出すといった状況であった。指導を容易にするために圧力を解放するデコンプレッサーが装着されているなど、快適性に対する試行錯誤は見られるものの、指導方式は押し掛けで、クラッチや変速機、フロントブレーキも装着されていなかったため、運用や点灯せずに走行するには乗り手に高い。 技術が要求された。また、キャブレターは布にガソリンを染み込ませ、そこを空気が通ることによって、混合儀を作るといった非常に原始的なものであった。加えて、メーカーによる独自規格が乱立し、操縦方法の違いが顕著であった。代表的な例では、アメリカのハーレーとインディアンの間では、同じ動作をするための装置が左右逆に装着されているなど、 他社製品を操作するためには、また新たな技能習得が必要であった。その後の第二次世界大戦では、戦闘に従事する各国軍隊において、サイドカーをつけて、将校の移動手段や偵察部隊などの機動部隊の装備としてオートバイは利用された。第二次世界大戦後には日本で航空機などを製造していたメーカーがオートバイ製造に参入。 コストパフォーマンスの高い製品を輸出し市場を拡大した。特にアジア圏では商用の低価格モデルを中心にシェアが高い。ヨーロッパの伝統的なブランドは趣味性の高い高級路線にシフトすることで住み分けを図ったが日本メーカーが高性能モデルを発売したことで競合するようになった。中国では国内に多数のメーカーが存在し、 庶民の乗り物として自転車とともにオートバイが利用されていたが近年では環境規制の強化により排出規制が厳格化されガソリンエンジンを搭載したオートバイの保有、乗り入れが禁止された都市、金源間の指定が増えている。上海市などの大都市ではガソリンエンジンを搭載するオートバイはナンバーの発行に四百五十万円という懲罰的な金額が課されることや 電動オートバイや電動自転車のレンタル、充電設備が各所に設置され利便性が高いため、都市部では電動化が事実上完了している。韓国の都市部では道路事情や運賃の低いバス路線が発達しているため、市民の移動手段としてはほとんど用いられないが、普通自動車の運転免許で 125cc まで運転できることから、都市部では アルバイト配達員がオートバイでデリバリーする文化が発達しており、日本製のオートバイが多く利用されている。国内メーカーは、デイリムモーターと S&T モータースの2社が大手であるが、日本をはじめとした輸入車の方が、シェアが高い。2020年代には、世界的な環境規制の強化により、電気自動車が普及すると予想されており、オートバイでも電動化が進んでいる。 産業によって生産されていた陸王富士産業が戦後間もなく生産したラビットスクーター株 F 型日本のオートバイが世界に通用することを証明したホンダロードレーサー RC140 に日本における最古のオートバイの記録としては明治維新による近代化が推し進められる中で1898年に紫義彦が組み立て 製作した車両の写真が残されているが、明治期には、オートバイは道楽といった認識で、不国共兵の国税のもとに国産化の進められた他の産業に比較すると特別な注力がなされることはなかった。そのため、わずかながら人の目に触れるようになり出したオートバイはほぼすべてが輸入車であり、開発や製造は個人で小規模に行われるに過ぎなかった。 1909年に、島津マラゾが、初の国産車である NS5 を製造。その後、1910年に、山田林製館や山口活造店といったオートバイ専門輸入商が創立され、1917年に、大倉商事が、ハーレーの輸入を開始した。その後、島津マラゾは一旦航空業界に転身し、 旧気筒回転型クー80馬力エンジンを帝国飛行協会でのコンテストに出品して一等を受賞するなどの実績を残した。三井物産で取締役を務めた山本城太郎により、その当時の航空事業はもはや個人に運営できる、規模で立ち打ちできる産業ではない、といった助言を受けて、 自動車学校を設立するも、大阪府に総台数200台の時代にあって4年間で300名のエンジニアを輩出するなど迷走し、自動車学校は1922年に閉鎖の浮き目に遭う。こうした右予曲折を経た後にオートバイ開発に復帰し、航空業界で培った技術を応用したエーロファースト号を3年後に完成させる。 搭載された 633cc4 ストロークサイドバルブ単気筒エンジンは 6.5PS 最高速度実ロ 40km を実現した。このまま事業化を格作していたが、世界情勢の悪化やニューヨーク株式市場の暴落に橋を発する世界恐慌の不況による影響から計画は難航し、1930年には廃業を余儀なくされる。結局、 日本で初めてオートバイの量産、商品化が実現されるのは1933年の朝日号 A 型であった。この車両は1914年に宮田製作所が製作し、一部が黒バイとして警察に納入されていた車両を発展させたもので、2ストローク 175cc、単気筒エンジンを搭載し最大出力は 5PS だった。 翌年1934年に増加施策13台、翌翌年1935年4月から量産体制に入り、販売価格は標準品340円、特急品370円で、生産量は1937年から1939年の期間に月産150台を製造していた。以後、第二次世界大戦下の日本で、 陸王のみが生産されるようになるまでには、陸王の他に、朝日号、JAC 号、SSD 号、愛国号、キャブトン、立林号、黒金号、目黒号などが存在していた。戦況の長期化、悪化によって、オートバイ産業は、軍需品の製造に転換せねばならなくなり、陸王内燃機でのみがオートバイを製造していた。同社は、三強の系列企業で、 1931年にハーレーダビッドソンの輸入販売業として設立された。その後、国産化の流れの中で同社の専務を務めた長井信二郎は生産体制を確立するためにアメリカ・ミルウォーキーのハーレーダビッドソン工場へ設備調達のため渡米する。本国アメリカからエンジニアを招聘し、100名程度の従業員や機械設備を整えて、 1935年に自社生産のハーレー・ダビッドソンが品川工場で初めて完成した。陸王の名称の由来は長井新次郎の母校である慶応義塾大学の若き地のフレーズ陸の王者にちなんで付けられたという。しかし次第に十分な資材確保も難しくなり、1937年頃から製造を行っていた。 帝国陸軍用の97式側車付自動二輪車は1943年には月産90台程度製造されていたが戦争末期には月産50台に減少した第二次世界大戦終戦後日本の軍用機や軍用車を製造していた企業がアメリカ軍を中心として連合国軍の占領政策を実行した GHQ によって航空機や 自動車の製造を禁止され、所属していた技術者たちはその技術を活かす場を求めていた。一式戦春夜四式戦疾風といった陸軍機で知られる中島飛行機を源流に持ち、戦後に解体、平和産業へ転換させられた富士産業もその一つで、あったが、1945年当時、日本に駐留していた連合軍が持ち込んだ。 アメリカのパウエル式やイギリスのコルギ式といったスクーターの簡素な車体が材料が十分に確保できない状況で作れる製品として富士産業の技術者関心を集め規制の緩かったオートバイ業界へ技術者が流入し始めたためであるしかしながら配線後まもない日本国内では開発は始まったものの材料不足でさらに材料調達自体がほぼ不可能に近いという 状況は非常に深刻で、一時は海軍機である銀河のオリンをタイヤに転用したり、ピストン周辺はラットさんの部品を流用したりするなど、新規に部品すら製造できない状況の中で試作品は作られた。1946年の夏に試作機が完成し、同年11月からラビットスクーター S1 として発売された。定価は1万1000円程度であった。 これは交通の不便な終戦直後にあって歓迎され、月産300台から500台程度生産されることとなった。それから半年後、旧三菱重工業系の中日本重工は、アメリカのサルスベリー式をモデルにシルバーピジョンを開発し、これら2台が終戦直後の日本製スクーターの装壁となった。ラビットが好調な売れ行きを見せ、 戦前のオートバイメーカーも製造再開を目指す中、1948年に発足した日本小型自動車工業会により GHQ や官長との交渉を経て様々な規制撤廃に成功し、オートバイ産業が有望であるとの認識が広まり、新規参入するメーカーも多く現れた。新明和工業、昭和など名前を残す企業も存在したが、社名を掲げながら、 実情としては自転車屋の軒先で月に数台製造する程度の個人店も多かった。1953年には113社が参入して製造会社数の前世紀を迎えるが、1955年の経済不況に直面すると既存のメーカーを含む137社が撤退。技術力と資金が伴わない業者は一気に淘汰された。一方、 スクーターが高額で購入することができなかったそう、中心に自転車用補助動力、バイクモーターの需要が高まり、水保自動車製作所がビスモーターを発売し、ホンダ技研工業は日本陸軍払い下げの軍事無線機用小型エンジンをベースに開発を重ね、後にホンダ株 F 型を1952年に発売する。こういった、 バイクモーターの流行に正気を見出し、鈴木もオートバイ製造を開始した。軍友滑拠の時代にあって、名前を売るには、レース活動が典型で、1950年頃に、復活し始めたレースは、こういったメーカーの競争の場として利用されるようになっていった。当時は、オートレース場は存在していたが、サーキットは存在せず、レースは最初は、競馬場や運動場、後に、 行動で行われるようになっていった。まず唇を切ったのは1953年3月21日に行われた名古屋 TT レース、浜松静岡間レース、富士山本宮浅間大社から富士宮登山道を2号目まで走破する富士登山レース、そして国内レースの最高峰として浅間火山レースなどが行われるようになった。 戦中に戦闘機用プロペラなどを製造していたヤマハは設備の平和的な利用方法としてオートバイ製作に着手後発メーカーである知名度の低さをこうしたレースで高めようとヤマイナスイチを浅間火山レースへ参加させ 125cc クラスで上位を独占するといった功績を残したこうしてレース活動が熱を帯びるにつれ高速走行に適さず 指示標識も足りない不十分なコースや警察との連携不足が問題になり、専用のコース新設を求める声に応える形で、浅間高原自動車テストコース開設へと業界は動き出した。当時の国産車を見ると、ホンダ株 F 型で 50cc1PS、3500rpm、シルバーピジョンは 150cc3 馬力、対するドイツ製オートバイ、 クライドラー K50 は 50cc で 2.5PS、5000rpm を発揮、国産オートバイに対し海外製オートバイの性能は圧倒的で、こうしたレース活動は名前を売る目的のほか、海外のオートバイに追いつく、技術開発を進める場としても活躍した。こうしてオートバイは単なる移動手段ではないという認識が広まり出すと、当時の後継機と、 相まって消費者による春別が始まった。三種の人技と呼ばれる電化製品が家庭に広がりを見せる中、最低限の移動手段として提案されたバイクモーターの需要はなくなり、これらの製品を主として製造していたメーカーがまず打撃を受けた。あるいは戦前と戦後でオートバイの流行が大きく変わったことも影響は大きく、 戦前においてはアメリカンが人気であったが、戦後になりイギリスやドイツなどの車両が人気となり、戦後没降したメーカーに比べ、戦前から存在したメーカーほどこの流行を捉えた、車両を開発に取り掛かるのが遅れた。また、当時の流行であったトライアンフや DKW などのヨーロッパ製車両の外観は、カタギスものの、ただ鈍重なだけで、 走行性能の伴わない車両を製造していたメーカーは、レースにおける実績に裏付けされた車両と比べられて選ばれることはなかった。加えて、戦後の統制下であっても、自分たちの技術や設備を行使できる分野として、規制が緩かったために、オートバイ産業を選んだメーカーには、統制が解かれたことや後継機を受けて、本業に復帰。 あるいは他の産業に正規を求めて転業する企業も少なくなかった。メグロ製作所が1960年に業績悪化から川崎重工との提携を行うものの改善せず、1964年にそのまま吸収される形で戦前から続いていた企業はすべて消滅することとなった。こうした加藤競争は販売車両の性能向上や 量産体制の拡大へとつながっていく。1958年に発売されたスーパーカブは対抗車種が 2.5PS 程度の時代にクーレイ4ストロークオフ 49cc エンジンから 4.5PS を発揮し、なおかつ5万5千円の低価格で当時の事業規模を大きく変えるほどの月産5万台を標榜し、業界の構造を大きく変えた。 他の有力メーカーは、同価格帯で対抗車種を販売し、対抗し得る性能や販売体制を実現できない企業は、撤退を余儀なくされた。1959年、この勢いそのままに、ホンダは独自の精密加工技術を活かした、並列多気筒エンジンを採用してマンシマ TT に参戦し、1961年に優勝を達成する。 外国製オートバイの後陣を廃し続けてきた日本のオートバイが世界一になった瞬間であった。ホンダの異業に負けじと国内各社も相次いでロードレース世界選手権へ参加を始め日本車の国際舞台での勝利が状態化する。翌1962年に国内初の全面補装のサーキットとして完成した鈴鹿サーキットで ロードレース世界選手権が開催され、この年のマニュファクチャラーズランキングでは5部門中4部門を日本勢が制する。こうした権威あるレースでの実績は日本製オートバイの輸出を推し進め、日本はオートバイ大国の仲間入りを果たした。しかし、モータリゼーションの到来とともに自動車が 実用的な乗り物として普及すると、オートバイは一部の業務用を除いて、趣味の乗り物として扱われるようになり、販売台数は頭打ちになった。1980年代前半になると、ヤマハが業界一位の座を、ホンダから奪おうとして、日本のみならずアメリカをも舞台にして、HY 戦争が起きた。この競争の中で、ラインナップが増えるとともに、 価格競争が進み、さらに1980年代後半からは高景機も重なり、1990年代前半にかけて日本にバイクブームが訪れた。しかし、このバイクブームから暴走族が全国各地で増え、危険走行や騒音、交通事故が社会問題となった。それによって三内運動に代表されるようなバイクイコール危険な乗り物、 暴走族という社会の認識が強くなり、バブル崩壊とともにバイクブームも急速に収束に向かった。1990年代は、東南アジアを中心とする発展途上国の市場が拡大する一方、2000年代には日本国内向け車種の生産も始まっている。近年の国内需要は、原動機付き自転車から四輪車への消費者のシフトや、 都市部での路上駐車の取り締まり強化や、排ガス規制強化に伴い、ピーク時に対して1、10という市場の大幅な縮小が起こった。国内メーカーでは、需要の減少や、世界的な環境規制の強化に対応するため、電動オートバイの普及に向けて動いているが、 電気自動車のような充電器の規格争いを防ぐため、共通化など、協調路線に動いている。業界団体としては、日本自動車工業会が、バイクも所管するほか、バイクに特化した日本二輪車普及安全協会がある。大手4社の国内販売台数は1982年の約328万台をピークに、2015年は約37万台に減った。 このため、業界団体や、各メーカー、部品であるタイヤを製造するブリジストン、中古車買取販売のバイクオーカンパニーといった、流通企業は、需要喚起に取り組んでおり、若者のバイク離れに歯止めをかけるためアニメのコラボも、展開している。日本では8月19日が、バイクの日とされている。趣味の乗り物としての需要は減少したものの、 配達業務での用途は依然として根強い。また、緊急時の機動性が見直されて、救急や消防での利用が新たに着目されている。日本のオートバイメーカーや工場は、戦後復興期に移動手段としての高い需要から、多くの零細企業が参入したが、技術や価格競争の激化により大手メーカーが有利となり、零細のミラノ中小メーカーも消えていった。 2021年現在では、ホンダ、ヤマハ、スズキ、川崎の4社に収束している。オートバイの構造は、その歴史の中で様々な形態が現れ、変遷してきた。ここでは現在市販されている2輪のオートバイとして、一般的なものを示す。従って、いくつかの車種には、例外があり、特に3輪のものについては、構造が大きく異なる例もある。 オートバイの構成要素を機能で大きく分けると、フレーム、エンジン、クラッチ、トランスミッション、タイヤホイール、ブレーキ、サスペンションなどに大別される。前後輪の役割としては、前輪そうだ、後輪駆動が一般的であるが、前輪がそうだと駆動の両方を担うものもある。エンジンの位置は、前輪と後輪の間に搭載されるものが一般的である。前輪駆動のものは、 フロントホイール内やフロントフォークに搭載される。エンジンが発生した出力はまず一段減速された後にクラッチを経て変速機に伝えられる。運転操作は右グリップがスロットル、右レバーが前ブレーキ、右ペダルが後ブレーキ、左レバーがクラッチ、左ペダルがギアチェンジという構成が現在では一般的である。ただし、イギリス車では 伝統的に右足で、ギアチェンジ、左足で、後輪ブレーキ操作を行う車種が多く、一時期は、燃料タンクの左脇に手で操作する、シフトレバーがある車種も多かった。スクーターに関しては、構造や操作などに特徴がある。オートバイのエンジンは、通常、車体フレームに固定されている。チェーン、または発ケベルトドライブのものはクランクシャフトが、 車体進行方向に対して横向きになる配置に搭載される。このうち直列エンジンは二輪車特有の表現である並列エンジンとも呼ばれる。一方、シャフトドライブの車種の多くは縦置きエンジンを採用している。2021年現在ではガソリンエンジンが主流であるが電動機のみを搭載した電動オートバイもある。また、内燃機関とのハイブリッドエンジンや 水素燃料エンジンの研究も行われている。基本構造がわかりやすい、冷エンジンおよびトランスミッションケースおよびその周囲のフレームを示す。エンジンと一体となったトランスミッションケースがフレームに直接固定されている。写真のフレームはアルミ押し出し材のダブルクレードル形式マニュアルトランスミッション車は運転者が 速度や負荷に応じたギアの組み合わせを選ぶ機構で、マニュアル車やミッション車とも呼ばれる。クラッチの操作も必要となるが、トルクコンバーターを用いたものや、湿式タバンクラッチなどを用いた、オートマチックトランスミッション車がある。クラッチは、エンジンオイルに浸されていて、複数の摩擦面を持つ、湿式タバンクラッチのほか BMW の水平対向エンジン車や、元グッズなど、 縦置きエンジンの車種で、乾式単板クラッチ。競技車両やイタリアのドゥカティの一部では、乾式多板クラッチ。また、自動延伸クラッチなど多種が存在している。オートバイのトランスミッションは、エンジンのクランクケースと一体になったケースに、収められている場合が多く、4ストロークエンジンの車種では、エンジンオイルが、トランスミッションの潤滑を兼ねている。トランスミッションは4段から6段程度の、 変速段数を持つ車種が多い。トランスミッションから車軸へ動力を伝達する手段には、ローラーチェーン、プロペラシャフト、発ケベルトなどが使用される。ホイールは、チューブレスタイヤを使用する車種では、アルミダイカスト製の、キャストホイールを採用しているモデルが多い。一方、リムとハブを、ワイヤースポークでつないだホイールを採用する車種も、少なくない。 ブレーキには自転車同様のバンドブレーキやリムブレーキも当初見られたが自動車と同じ仕組みのドラムブレーキがそれらにとって変わった。ドラムに対するブレーキ周の向きで自己サーボ効果を発揮する方向が異なるためフロントをツーリーディング、リアをリーディングトレーリングとする組み合わせが多い。1970年代末にはスポーツ車から ディスクブレーキが普及し始め、スポーツ車以外にも採用が広がっている。サスペンションは走行中に路面からの衝撃を吸収させ、車輪を常に路面に接触させ、操縦性、安定性に寄与している。前輪はテレスコピックフォークがほとんどの場合採用される。後輪はスイングアームが多い。多種多様なタイプが存在するが、 用途別としては、舗装路の走行に適した、オンロードモデル、未舗装路の走行に適した、オフロードモデル、市街地での使用を想定された、タウンユースモデル、その他の特殊なモデルなどに分類される。普通自動車の免許を取得する際、追加講習を受けることで、小型自動二輪車相当の免許を同時に取得できる、国もある。日本におけるオートバイに関する運転免許や、 交通規制などの法規則については、下記の関連項目を参照。なお、オートバイは、使用済み自動車の再資源化等に関する法律の対象外であるが、2004年10月から、日本メーカー4社と、国外製品の主要インポータ12社が、自主的なリサイクルシステムを開始している。オートバイで転倒すると、なすすべもなく体は地面にさらされる。 オートバイ特有の車体構造により、交通事故の形態や発生する障害は独特の性質を備える。オートバイは自動車一般に比べると、乗員が車体構造で覆われておらず、設置面積が狭く制度に利用できる力が小さい。特に二輪車は、静止状態では自立が困難である。その他にも特有の性質により、 自動車一般とは異なる危険性を持っている。運転免許教習をはじめとする安全運転講習では、オートバイ特有の特性を理解して、危険を自覚すれば、事故の確率を下げることができると指導されている。乗員が車体構造によって覆われていないことは、衝突の際に乗員が直接対象物に衝突する危険性があるほか、 車上から放り出された乗員が二重、三重の衝突に巻き込まれやすい。二輪車は、停車時に乗員が足で支える必要があり、停車中にバランスを崩して転倒し、事故に至る事例もある。走行中の二輪車は、ジャイロ効果によって自立しているが、速度が低い時は、ジャイロ効果が小さく、不安定なため、ふらつきによる事故が発生する事例がある。 比較的軽度のスリップでバランスを崩して、転倒しやすく、高い速度で走行していて転倒する場合が多い、ことから、事故に至った場合は最も危険な転倒である。そのため、教習や講習では滑りやすい、路面状況について特に指導している。スリップしやすい、路面状況は次のようなものがある。オートバイは、他の交通に比べて車体が小さいことから、 オートバイの存在自体が見落とされやすい上、遠近感に錯覚を生じて、実際よりも遠くにあると認識されたり、実際の速度より遅く感じられることが多い。交通渋滞の列の左側を直進するオートバイや、交差点で直進中のオートバイと右折車両の衝突事故の多くは、相手車両の運転者がオートバイを見落としたことによる、ものである。 他にもオートバイの方が自動車よりも通行量が少ない、自動車と形状が違うなどの理由で、相手車両の運転者が自動車にばかり気を取られやすくなるという理由で見落とされやすいのに加えて、特に夜間は、全消灯の焦度が低い車種も多いことから、さらに見落とされやすくなる傾向にある。一方で、自動車一般よりも、天候の悪化が安全な運行に大きく影響を、 及ぼすことも特徴である。自動車一般は車両にワイパーや曇り止め装置を装備しているのが通常であるが、ヘルメットシールドやゴーグルでこれらを備えた製品は稀である。加えて、夜間の運転時はシールドなどについた雨粒に対向車のライトが乱反射するため、視界が極めて悪くなる。あるいは体が濡れたり冷えたりすることで運転者の注意力や、 運動能力が低下して、事故の危険性を増加する。このほか進路変更や追い越しの際のオートバイの機敏な動きを、周囲の運転者が予測できないという点が、事故原因の一つとして挙げられる事例や、渋滞のすり抜け中に停車車両がドアを開いて、衝突する事例もある。衝突事故では、乗員が投げ出されて、対象物に直接衝突することが多く、 頭部外傷による死亡が最も高い。ヘルメット着用が義務化されていなかった時代は頭部外傷による死亡が6割を占め、現在の日本を含めて義務化された国、地域でも依然として頭部の損傷は死亡原因の4割である。特に初心運転者ほど頭部の損傷によって死亡する率が高い。ついで多いのが体幹の損傷による死亡であり、ことに 胸部外傷による死亡が多い。クラウスラの研究によると、一本のあばら骨が2箇所以上骨折すると、フレイルチェストと呼ばれる症状を起こして、呼吸困難になったり、肋骨や胸骨の骨折により心停止時に、有効な心臓マッサージをすることができない場合がある。ほか、折れたあばら骨が胸郭内臓器や、腹腔内臓器を傷つけられる、危険性がある。 例えば、肺を傷つけると緊張性気境や解放性気境を起こす。あるいは、心臓や大動脈を傷つければ失血性ショックによる死亡率が非常に高くなる。また、肝臓や脾臓を傷つけた場合も緊急の回復手術が必要な重症となる。このことから、同研究では、胸部プロテクターの普及を図ることを推奨している。一方、 死死の外傷だけで死に至ることは少ないが、膝や肘などは、軽微な転倒でも、骨折などの骨格障害を負う場合が多い。日本でのオートバイ利用者の増加とオートバイの性能の向上に伴い、1989年には2575人の死者が出るに及んだ。第二次交通戦争と言われた。社会的にもオートバイ事故への対策が注目されるようになり、 様々な対策が打たれた結果、オートバイ事故による死亡者数は1989年以降減少し続け、2006年には1119人となったの半数以下、第一次交通戦争と言われた1964年の3分の1以下である。オートバイによる事故では東部への負傷する確率が高いことから、多くの国と地域では放棄によって乗車中の ヘルメット着用が義務付けられている。非死人性を改善するために、多くの国では、エンジン指導中は、オートバイのヘッドライトが点灯する構造であることを、法規やメーカーの自主規制によって定めている。日本においても、1980年代から、全消灯の昼間点灯が推奨されるようになった。これに応えて、 ヘッドライトスイッチ廃止のメーカー自主規制が1993年より始まり、1998年に道路運送車両法により放棄化された。オートバイメーカーは各社より安全なオートバイの実現を目指して開発を行っている。例えば、ホンダ技研工業はオートバイにエアバッグを装備し、ドイツの BMW はオートバイにシートベルトを装備して、 衝突時に乗員が空中に跳ね飛ばされることを抑止あるいは低減できる車種を販売した。オートバイ用品の改良も行われていて、例えば、ヘルメットは事故の際に頸椎にできるだけ力をかけずに脱がせられる手段を設け、ジャケットは革つなぎの他にも新素材によるパッド付きのものやエアバッグを内蔵したものが販売されている。肘、肩、膝のプロテクターは、 普及率が低く、胸部のプロテクターを着用しているユーザーは、ほとんどいなかったが、白媒体に配備されているものが、民生発売されて、認知度が上がりつつある。ヨーロッパでは、CE マークを取得しないと販売できず、モーターサイクル装具の基準として、肩、前腕、肘、尻、スネ用プロテクターのア六ン1621ンから1、1997、 積炊プロテクター用のアン百6 2 1から22003がある。それぞれで衝撃吸収力が規定されていて、アン百6 2 1から11997の場合が衝撃を30%吸収して7割軽減し、アン百6 2 1から22003の場合が衝撃を64%吸収して、 約3分の1に軽減するレベル1、衝撃を80%吸収して約5分の1に軽減するレベル2とされている。日本では、プロテクターの販売に企画はないが、全国二輪車用品連合会が独自の安全基準を作成することを発表した。この他にも、行政、オートバイのメーカーや業界団体、オートバイ雑誌などによって、 ユーザーに対する啓発活動が行われている。オートバイ愛好家の団体にも自主的なイベントなどを通じて啓発活動を行っているところがある。こういった活動には単に事故を起こさない、事故に遭わないといった予防策だけではなく、救護技術の習得などの対応策も含んだ講習を行う例もある。 日本脊髄基金の統計によると、日本の脊髄損傷事故の原因のうち、約14%が、オートバイによる事故である。死亡率は高くないものの、救急救命士や医師は、頸椎の保護を、重要視する。これは、はじめ、無症状であっても、頸部を動かすことによって、脊髄損傷を誘発し、重度の障害を負ってしまうことがあるからである。自動二輪車は、 エンジンを高回転にする操作も多く、また愛好家の一部には、高回転のエンジン音を好むものが少なくない。しかし住宅街道路などで高回転で、かんだかいエンジン音を発生させることは、愛好家でない人々にとっては苦痛となり、問題視される。ありがとうございます。